ようございます。今日はですね、室尾ダムにやってきました。初めての室尾ダム漁業券さっき買いました。なんかマップ、釣り券のマップがなんかあるとかなんとかで、だこれだ、はい、これをね写真撮って、釣り券エリアがあるらしいんでね。さあ初めての室尾ダム、何からやろうかな、まあ、まず巻くか、とりあえず巻いてみよう。潜ってるから白にしようかな。減衰がすごいらしい。あ、割と水深ある。台風だったからな、結構水が、水が悪いんじゃない？殿下の宝刀ウルソックタディ、これで釣れるわ。もうめっちゃ手ぬるぬるする。いや、めちゃくちゃいいじゃん。お、あ、食ってる。じゃあなんで持ってかないんだ。
なんで持ってかないんだ。ちょっと棒アームやってみようかな。棒アームヌードル投げてみようかな。ヌードルじゃないや、棒アーム。なんか表層で食ってるな。投げた。もうちょい進んでみよう。全然いけそうだもんな。よいしょ。カッパリがね、こうやって進んでいかないと。お、なんかこのくぼみ、このくぼみ良さげじゃん。なんかちょっと惚れてるっぽいし。いけ、棒アーム。フィーリング入ってるバスいたよな。本当になんかここだけえぐれてるな。いいねこれ。
けど思ったより浅い。なんだかいそうなとこにたどり着いたよ。うわ、でかっ、でかっ、あいつでかっ、待って、でかいバス泳いできた今。マジか、マジか、沈んじゃったな。いないかな、岸際に寄ってきてるやつは。意外とああいう岩陰とか見たりして高いところから投げちゃう。中禅寺湖を思い出すな、これ。この岩肌意外と滑るからね、こう気をつけないと。いいサイズ。ちょっと待って、これ降りないと、降りないと取れないけど、ちょっと待って、やばい、うわ、落ちパクだった。来てた、来てた、よっしゃ、食った、棒アーム食った、よっしゃ、いいぞ、いいサイズ、来い、ランディングが下手くそすぎて、ランディングが、ランディングが下手くそすぎて、ちょっと待って、よし、やった、ああ落ちパクだった、はあ、やばい、ランディング下手くそすぎた。
いい、めっちゃアフターっぽい、細長いけどかっこいい。やったやりました、やったちょっともうワーム飛んだんですけど、ボーワーム12インチのネコリグです。やったー、嬉しい。あーやばい、でももうワームの替えとか持ってきてないから、ちょっとまた道バックで帰らないといけない。ムローダムバス、ムローバス、かっけー。ちょっとボーアームの在庫が少ないので普通のネコリグにした。スピニング練習、バスがバス食べた。ちっちゃい1年生バスが3年生ぐらいのバスに食べられた今。弱肉強食だ。